もう少し時間があればより完璧に作れたのに。でもこうなったらチアリーダーの役に熱中できるよう頑張ってみる。降臨大祭を楽しみにしている生徒たちと、あと先生のために。よろぶん、あにょはせよー。名塚かおりむにだ。皆さん、こんにちは。ブルーアーカイブで猫塚響き役をやらせていただいております。名塚かおりです。ブルーアーカイブグローバル版でもですね、ついに、降臨大祭が開かれると伺いました。おめでとうございます。今回、降臨大祭でですね、響きも一生懸命いろいろと特別な準備をしております。グローバル版の先生たちもゲーム内で響きが見せてくれるいろんな可愛い姿をぜひ、見ていただけたら嬉しいなと思っております。そうですね、響きは無口でおとなしくて、ちょっとこう人見知りだったりとか、コミュニケーションを取るのが苦手だったりするところはあるんですけど、でもこうエンジニアとしてすごくしっかりしている女の子でして、みんなの役に立つためにすごく頑張ってくれたりだとか、実はみんなのことをすごく考えてる女の子だなっていうふうに思ってます。はい、今回応援団のコスプレをしてるんですけれども、響きちゃんエンジニアで理系な子なんですけれども、実はコスプレが趣味ということで、すごくこうね、彼女自身楽しみにしてたんですけれども、実は時間がなくて、今回のこのコスプレに関しては自分の中ではちょっとまだもっともっと手の込んだコスプレをしたかったみたいな気持ちもあってですね、間に合わなかったよ、これでいいかなっていう気持ちで、少し照れてる響きちゃんが見れたりする、今回となっております。それでもですね、とっても可愛らしい衣装なんですよ。でも本人的にはもっともっとこういう風にしたかったみたいなのがあったみたいで、そんなですね、照れながらも一生懸命応援している彼女をぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。そうですね、グローバル版も、たくさんの方にもっともっとプレイしていただけたら私たちすごく嬉しいなと思っておりますので、ぜひですね、皆さん楽しんでいっぱいプレイしてもらえたら嬉しいです。先生たち、みんなで楽しく過ごしましょうね。よろしくね。こう、腕を振りながら叫んだらいいの？ふれー、ふれー、頑張れー。これで合ってるかな？